僕が実践した若返りエクサイズを紹介します。こんにちは、井上です。最近動画のコメントで先生ちょっと若返りましたねとかシュッとしましたねっていうコメントがちょいちょい来てくださるようになったんですけど、ありがとうございます。僕は密かにですね、この2年間こそこそやっていることがありまして、皆さんにもぜひね、若返り効果を体感していただきたいなと思って今日の動画を紹介したいと思います。 YouTube 始めたのが2年前なんですけど、2年前の動画の方が結構老けてたよね。2年前の方がプラス2歳くらいあの時と圧倒的に違うのは首がガチガチだったんですよ。首の筋肉がガチガチ、特に頭板上筋、首の後ろの筋肉がガチガチで、今は自分で頭板上筋マッサージをするようにしたらもう首の後ろやわやわなんですよ今で。首の筋肉が柔らかくなると顔の筋肉全体的に緩んで血流が良くなって肌ツヤも良くなる。なので今日は首をしっかり緩めてプラス顔のマッサージ方法、エクササイズ全部紹介して若返りを測っていきますので、ぜひ一緒にやりましょう。まず最初に首のこのね、横っちょライン、ここに指4本グッと当てます。で、当てたらこのまま上向いてこうやってやる。これを30秒間こうやってゆっくり上向いて戻してってやっていきます。はい、よーいスタート。こんな感じです。クッと、クッとね、こうやって、ほい。これは前の角度は一番いらない角度かもしれない。何も見れないから、横とか後ろの方がいいよね。横とか後ろの方がいいです。前で向いたら、ただ俺が上向いて真正面向いてるだけだもん。そんなにいらない。わかりづらい。はい、30秒経ちました。 OK です。これで指を離すとさーってなるんで、そしたら今頭板上筋全体的に緩めたんで、基部のところを緩めたいんで、ここに指がスポッとはまるくぼみがあるんで、ここに親指をグッとセットします。こうやってグッとセットしたら斜め上をグッと向く。そうすると親指がツーンって入るんで、これも30秒間グッと押します。ございます。はい、よーいスタート。ここにツーンとちょうどスポットね、親指がはまるところがあるんで、全然強く押さないで指をクッとセットしたら、上を向くと、斜め上を向くと指が勝手にズーンって入ってくるんで、結構これですごいね、多分痛い人は痛いと思います。硬くなってる人非常に多いんで、ここが硬くなると本当に血流悪くなって顔の代謝とかめっちゃ悪くなるんで。はい、30秒経ちました。 OK。そしたら今度逆30秒間いきます。よーいスタート。グーッと押す、押すだけ、押すというか指は軽くクッとクッと入って、グーッと上を向くと勝手に入る。どっちかの方が痛いとかねあると思うんですけど、ここ非常に自律神経も重要なとこなんで、健康にすごくいいかもね。確かにこれやった後今日は多分ぐっすり眠れますね。そうですね、ぐっすり寝たい。はい、30秒経ちました。 OK。 そうするとね、だんだん首全体的に緩んでくるんで、そしたら今度はですね、実はね、ほうれい線を消すいい方法を僕もう一個編み出してしまったんですよ。ここのほうれい線に指をピトって感じ、指をここにピトッとセットしたら、口をわおわおを繰り返す。わ40秒間一緒にやりましょう。いきます、よーい、はい、スタート。やばいね。40秒間わおわお、やばいですね。やっぱ優しめにわおっていうのがポイントですか。おうるさいって言われちゃうよ。なるほど。お母さんうるさいよって言ったよ。娘さんに怒られちゃいますから。頑張ってください、もうちょっと。わあ、おお、お経のようだ。はい、40秒経ちました。OK。 これやるとね、ほうれい線結構薄くなるんで、僕結構よくやるんですけど、次はですね、ここの後筋、年取ってくるとだんだんね、後筋ってこうあったとしたら固まってこうなってきて、ちょっとエラが張るような形になってくるんで、ここをここのにゃんでグッとぶっ刺してグーッと押す。これを30秒間グーッと押します。いきます、よーいスタート。ここの指のさっきこの
先、剣先をグッと差し込む感じ、結構痛いです、結構痛い、もうグッと入れれる力、もう僕は今痛いんで優しくやってますけど、皆さんはね、入れたい人はもうガッツリ入れてみてください、グーって思いっきり、めっちゃ痛いと思うけど、これやる前とやった後だと顔の大きさ本当に変わるぐらい変わるんで、はい、30秒経ちました、オッケー、そしたらこの鼻の横にある上唇鼻翼虚筋っていうのをほぐしたいんで、指を鼻筋にこうセットして鼻の横をこうやってチュリチュリチュリってほぐす、これも30秒間ほぐします、いきます、よーいスタート、この上唇鼻翼虚筋が硬くなって、ここのもっこりからオルゴラインができたり、ここからほうれい線できる人も結構いらっしゃるんですよ、だからこの上唇鼻翼虚筋を緩めるといいです、本当にもう軽くピトッと、いやビトッと指を置いてチュリチュリチュリってするような感じですかね、ビトッチュリです、ビトッとチュリチュリはい、30秒経ちました、オッケー、最後前頭筋アプローチしたいんで、ここのひら、拳ビラを眉毛の上のとこに当てて、上下にグククククっとこうやってやる、ちょっと硬い筋肉なんで40秒間ほぐしていきます、よーいスタート、おでこ全体のここ前頭筋という筋肉があるんで、ここをこうこうやってこんな感じ当ててグッグッグッって、前頭筋はねストレスが溜まると収縮しちゃうんで、結構ね本当に女性はストレスが多いですからね、お話を聞いてると線なんかやっぱりあれですよね、男の人より繊細だよね、繊細だと思います、聞いてると、だから本当に自分の無神経さみたいなのがいつも女性のお客さんと話してるとひしひしと感じますね、はい、30秒経ちました、オッケー、以上が今日のエクササイズなんですけど、今日はね筋肉が固まって全体的にたるんできてるパターンと、年を取ってくるとね昔より顔が大きく感じる人とかいると思うんだけど、それは後筋がこうねこうなってるせいなので、さっきグッと押し込んだのと、あとはシワにアプローチした、全部を網羅したようなエクササイズになってると思う、僕も2年間続けてて結構肌が若返ってきた、やっぱね顔の血流がいいと若々しくなれるんで、ぜひ皆さんもこれを続けていつまでも綺麗で若々しくいてください、このようにアクランス TV では今でも綺麗でいたい、つまでも若々しくいたい、その方々が増えてほしいって思い動画をお届けしているので、よかったら僕が当チャンネル登録よろしくお願いします、それでは本日もご視聴ありがとうございました。